次世代クリーニング研究所所長の木内でございます。私どもで開発しました MH0 のクリーニングシステムをご紹介していきたいと思います。こちら皆さん試験譜で MH を測っていると思うんですけれど、こちらが洗う前ですね。でこちらが洗った後、もうほつれがほとんど発生しませんので、ほぼゼロで洗えると。で条件によっては多少20ぐらいまで、数値が上がる場合があるんですけど、実際には、商業クリーニングとしてトラブルの範囲ではないかと思います。今回の展示会のテーマであります持続可能なクリーニング産業の救世主となるか、ぜひ最後までご視聴いただければと思いますので、よろしくお願いします。私どもの遠隔ですが、でここでポイントはここのライオンの洗剤の開発に関与しまして、研究所に伺う機会を得ることができたことが非常にノウハウの積み上げにつながりました。でクリーニング業は、60年ほど先代から続いたんですけれど、私の代になって約33年従事しまして、現在は2007年よりクリーニング資材の研究開発とコンサルティング業務に転用いたしました。ドライクリーニングを取り巻く厳しい環境、パークロリエチレンは発がん性物質の疑いがあり、欧米で、廃止に動き始めました。で石油溶剤に関しては建築基準法違反に該当する業者さんが10年前でしたでしょうか、1万数千件あるというお話で、経過措置のように10年待っていただいたんですけど、ここでかなり静岡県が厳しい行政指導が始まったようで、中には対応できなくて廃業されてしまったクリーニング店さんもあると伺っております。なんとですね、東生さんが東南アジアでコイン店に出店、ジャカルタですね、しまして、でクリーニング事情をリサーチしましたら、なんともうインドネシアとマレーシア、タイ溶剤が使えないという状態になってます。もう先進国の線当て字にしちゃったんですけど、我々日本は化学立国日本といえど、選択に関してはもう開発途上国の域になってしまったと、もう諸外国の方が進んでるという実態が浮き彫りにされました。びっくりしますよね。で具体論として東生の洗濯機のプログラムにウェットを洗える仕様を10キロ、18キロ、25キロでオプション扱いですけれど30キロというのが、設定ができます。でウルトラファインバブルを搭載してますので、洗浄力が高まり、すすぎ性も高まり、洗剤の使用量もかなり少なく済んでおります。で毛の縮む原因として、ウールの単繊維ですけど、表面にキューティクルと呼ばれるこういった形の鱗状のものが
毛先に向かって連なった状態になってまして、それが水で濡れると開く自然作用がありまして、その状態で、揉み動作を行うと閉じた時に絡み合って今度こちら側へ抜けなくなって縮んでしまうと。ですから縮まないように洗うということは、この開いた状態でも揉み動作を行わなければ縮むというリスクは回避できます。でそこで考えたのが当世独自の一方回転に常に回して洗浄と脱水を行うというアイデアを思いつきました。これが洗っている様子ですね。でもう一つ縮まる原因としてヒートショックというのが挙げられます。通常ぬるま湯で約30度ほどで洗濯した後に水ですすぐと、今どうでしょうか、冬場で水温が5度ぐらいの地域もあるかと思います。その温度差があることによってウールが縮むという現象が起きてまいります。でその対応策として一方回転で回しながら水位を上げていって蒸気の吹き込み口に達したら即座に蒸気を吹き込んで、そして20度に加温することによって温度差をつけないで縮むことを防止しているという機能を洗濯機に織り込んでおります。作業工程ですけれど非常にシンプルでして、でまず濃色物と淡色物に分けていただきます。でセーターとシルク類は細かいネットを使用するんですけれど、このパワーポイントの作り込みをした後にどうやらシルクはもう少し短い時間で絞った方がいいということが分かりまして、今はこれ一応ビジネススーツを洗うモードで話を進めさせていただいてるんですけれど、シルク類は別のプログラムを作って回転を遅くして30秒ぐらいで絞り上げるように設定すればシルクも十分洗える、そういう仕様が可能になっております。でまずドラムに衣類を入れまして、その後10種類コースがあるんですけど、ウェットの、まあ、例えば、スーツウェットってネーミングをしたとしますけど、そこを押していただいて、でカップ1に重曹を入れます。でカップ2にウェットで失われがちな張りを再現するために PVA のりというのりを入れていただきます。でスタートオンしますと脱水まで全自動で約20分で洗い上がります。でその他の資材は背面にポンプが3台設置しておりまして、そこから自動投入されるように作り込んでおりますので、極端なことを言うと今日入ったパート3仕分けって多分できると思うんですね。それでここの線まで衣類を入れてくださいも多分できると思うんです。であとスイッチを押せば職人が洗ったようなウェットクリーニングが完成します。でどの程度のレベルかっていうのは論より証拠でして、カシミヤの洗ったコートここに用意しましたので、ずっと皆さん渡していただいて確認いただければと思います。キュプラが厄介ですよね。シワが寄りますし、ツヤの欠損も起きがちな繊維ですけど、これがほとんど出てないことも確認いただけると思います。
使う資材の詳細ですけれど、まず重曹を使います。で、重曹は食品ですので非常に体にとっても安全ですし、環境負荷はほとんどありません。昔縁日のカルメ焼きで最後水で溶いて入れた白い粉がまさに重曹ですね。で、これがなんとですね 70% の洗浄率を誇っておりまして、日立の研究所とやり取りする機会がかつてあったんですけど、私は感覚で7割ぐらい落ちてるんだろうなと思ったんですけど、彼ら計測器あるので測ったらやはり 70% 汚れ落ちてますよという報告をいただきました。他の機能として、水中で炭酸ガスは発生しますので匂いを取ってくれます。で、それとやはりどんな洗濯方法でも軟水で洗った方が洗剤量も少ないですし、汚れもよく落ちます。で、特にウェットは、カルシウムが開いたキューティクルの中に洗剤と化合した微粒子があると洗い上がりのザラつきがあるので、できれば軟水器をお持ちの方はボイラー用のものを大きくして配管をウェット用に引いていただくと非常にいい洗い上がりになります。ただ重曹を入れるとある程度カバーしてくれます。それから重曹の特徴として炭酸ガスが匂いを取ってくれます。かつてクリーニング業をしてた時に、そうですね、5年いっぺんぐらい近隣で火事があることがあって、いぶされた匂いのものが出てきたんですけど、過酸化水素で漂白すれば取れると思ったんですけど、それ取れなかったんですね。ところが重曹を使い始めて、重曹水につけて過酸化水素と同時に洗剤を入れて漬け込んどいたら、ほとんど匂いが取れたんです。ですからぜひ重曹を今お使いの洗剤にプラスアルファすると非常にいい効果があります。で、こちらが自動投入されるアミノ酸系の界面活性剤です。で、その中に毛髪保護作用という化粧品会社に納入されている添加剤をこの中に入れてあります。この資材代だけで1000円かかってます。ですから非常に贅沢なレシピを組んでおります。なぜアミノ酸系で洗うかというと、タンパク質、性繊維、ウール、シルクは、カシミヤは特にそうですけれど、アミノ酸系の界面活性剤で洗わないとゴワゴワします。で、ここの一方回転ですね、これかなりきめ細かい泡にしてるんですけど、なぜきめ細かい泡が必要かと言いますと、遠心力で張り付いて回ってる真ん中に泡の大きいものを存在するよりも小さいムース状の泡でスポンジが中に入ったようなイメージで、そういう機能を果たすために、ムース状の泡発生機能を持たせてあります。これはクリーニング業界で初めてのケースです。ですから機械買った時に他の洗剤でいいですか質問を受けるんですけど、絶対ダメです。このカシミヤの風合いを再現できるのはこの洗剤しかございません。で、向いてない洗剤の代表格、ポリオキシエチレンアルキルエーテルというアルコール系の界面活性剤、これを使いますと、コロナの後に皆さん消毒する習慣がつきましたけれど、1日に4回5回も消毒していると手が荒れますよね。ですからアルコール系の界面活性剤はウール洗浄に向いてないってことです。で、補助剤としてシリコンを使うことが多いです。
でシリコン使うと滑りはいいんですけれど、ケイ素っていうのはガラスの原料ですから、繊維をガラスコートしてしまうとかさ高感が得られなくなります。このカシミヤのコート15年も着てるんですけど、ずっと買った時の厚みを保持できているのはアミノ酸系の界面活性剤で洗っているっていうのは唯一の理由です。で今日お見えになってる視聴者の方でもうすでにお使いになってる方がおりまして、ニヤニヤしてこの講演を聞いてらっしゃるんですけど、抜群の洗い上がりになってるはずです。ちょっと話が難しくなって恐縮ですけど、繊維には固有の帯電列というのがありまして、人が一番プラスに傾いてるんですけど、その後の繊維として毛始まって、だいたい天然繊維がプラスを持ってます。で半合成繊維のレーヨンやキュプラ何かもプラスの側ですね。で唯一ナイロンだけがプラスを持ってるので、軍用のものの衣服っていうのが保温性をウール強度でナイロンで作ってるものが結構多いですね。でそれは科学的に進んでるので、そういう隣同士の、帯電列で使った方が静電気が起きにくいんですね。ですからワイシャツの多くは綿が 35% ポリエステルが 65% の混紡が多いです。とプラス帯電とマイナス帯電両方洗いますと、水の中で静電気って信じられないと思うんですよね。ですけど実際に発生しておりまして、ネットが最初白いものがネズミ色になっていきませんか。グレーイング、あれ電気による逆汚染ですね。ですからナイロンはナイロンの方でネットを作った方がいいっていうことが分かってきます。でそういった両方のイオンに対して汚れが落ちるためには、ノニオン系界面活性剤が非常に便利ということで、今の主流はだいたい高級アルコール系の界面活性剤が使われています。でただ風合いが悪いので、メーカーはそれをよく知ってるので、粉末でしたら粉石鹸をちょっと添加するんです。 5% ぐらい、そうすると滑りが良くなるので、そういう工夫をしてるんですね。ということは欠点だらけということが裏返しで言えるかと思います。私どもの、界面活性剤はプラスとマイナス両方持ってる良性界面活性剤で、これは業界ではほとんど採用されておりませんというか見たことがないです。で過酸化水素も冷服がよくかびて出されることがあると思うんですけれど、やはりウェットでも除菌をした方が衛生的にお客さんが着用できるので、プログラムに入れてあります。でこれはポンプのチューブを長持ちさせるために一応半分に希釈してるんですけど、 35% にホース突っ込んでここのチューブは3000円ぐらいなので、取り替えればいいという方はもう 35% に入れてしまってもいいです。でここ消耗品ですからその方がいいのかもしれません。一応安全のために半分に割って今日展示会で2倍量入れてます。過酸化水素ってどうやって働いてるかってなかなか知る余地もないんですけれど、やはり私ども研究所なもんですから、どういうふうなメカニズムになってるかって調べたんですね。化学式 H2O2 ですけれど、化学構造式はこういうふうに立体になってるんです。これどこにも動画静止がないんですけど、たまたま入手できたんですね。で上か下かの酸素がこの状態は不安定なので、洗濯機で回すもしくは熱を加えるとこちらの水に戻りたがるんです。
で、その酸素があちらのここですね。これ赤血球のクラスター構造なんですけれど、分子のつなぎを酸素のナイフで切ってしまうんです。で、ここだけじゃなくて全部に関わってバラバラにしてしまうと赤血球が全く存在しなくなるんです。で、ただ皆さんご存知のように血液のシミの最後は鉄サビが残りますよね、酸素系漂白剤でやると。で、この後あの真ん中の FE って書いてある鉄をハイドロサルファイトで還元漂白するという工程を得てると思います。で、なんでパークロールエチレンまずいのかっていうと、加水分解した塩素ガスを吸うと酸素吸ってる人間が塩素吸うわけですね。と、酸素吸った場合はこの酵素で元に戻せるんですけれど、生物を何億年続けてきてあんなに高濃度の塩素を吸った試しがないので、それを元に戻せるメカニズムがこの体内にないんですね。で、そうしますとあのクラスター構造がマイナスで覆われてるのに鉄の FE が錆びますので、プラスになった赤血球も存在してしまうんです。プラスマイナスで引き合うとどんどんその塊が大きくなって、この小さい粒がこう大きい粒になって毛細血管行くと血管を塞いでしまうので、ここで起きたら脳梗塞、ここで起きたら心筋梗塞、それ以外にも2メートルと言われている DNA の鎖も全部切りますから、設計図エラーしているものがそれをもとにタンパク質の合成をするときにエラーしたものに対してきちっとした合成ができないので、これが癌化するんです。ですからパーク使ってると生活習慣病のすべて同時併発が起こってきます。で、まあ、残念ながらお亡くなりになった方の死亡診断書はその同時併発のピークが死亡の原因とされてしまいます。ですけど中開けてみると心筋梗塞の人も癌になっている可能性は非常に高いということです。ですからいち早くパークロールエチレンはやめた方がいいということはこのメカニズムから言えるかなと思います。柔軟剤はシルクプロテインとスクワランオイルを配合した特殊な柔軟剤を使います。で、こちらの合成のり100円ショップで買った方が安いので、私どもでは取り扱えるんですけど、150円ぐらいになっちゃうんですね。 750cc 換算する。ですから最寄りの100円ショップで調達していただくとよろしいかなと思います。で、これはモーニング洗ったんですけど、非常に着丈が全く変化しないで洗い上がりました。これ今カシミヤのコートですね。 MH の先ほどのトップページの穴あきでは片手落ちで、相撲織物タキシードとかの部類ですね。ビジネススーツはこちらです。で、もう一つは防毛織物、カシミヤのコートのようなざっくりしたもの、両方の試験譜で本当は MH 以外にもウェットを検証するためにこの布を用意した方が必ずいいと思います。今後統制者と一緒にそういうこともやっていきたいなと思っております。なんとですね、1着あたりスーツ10円で洗えます。あ、画像撮る方大丈夫ですか。材料を開発した人間としては死活問題です。たった10円で洗えます。で、機械メーカーも死活問題です。13年の焼却期間
1日10ワッシャー洗ったとしますね。で割り算すると1着あたりたった8円が機械の焼却代です。合計18円。ハンガーと袋の方が高いんではないでしょうか。非常にコストが安いです。でこういった布団乾燥機でハンガーラックの中で乾かすのもいいですし、皆さん大体スチームボックスをお持ちですから、でそれでスチームを大量に噴射して、揺さぶって乾かすといいと思います。で乾かし加減は、そうですね、ものによりますけど、乾きやすい薄手でしたら 50% もあればいいと思います。で厚手のものでしたら 80% ぐらいまででとどめていただいた方が乾燥による縮みのリスクはなくなります。であとは濡れた状態で人体なりパンツトッパーにかけた方が仕上がりが乗り立ちがすごく良くなるので、完全には乾かさない方がいいです。で一つの持続可能なモデルとして街頭エリア、ドライキー使っている方がやめないといけない状態になってますけど、これをですね、ウェットの機械で全部構成して、着物やなんか洗えませんので、それを、組合員さんでしたら組合員さんの中で、ドライが可能な地域ってございますよね。そこへルート周配で外注されるとよろしいと思います。でワイシャツも黒物も洗えます。でちょっと時間が押してるので、まあ、ざっくりと画像だけ撮っていただいて次に進みません。ウレタンのマットも寝具もこの機械で洗うことができます。で私どもは西川株式会社の洗濯アドバイザーをしてますので、いろいろな洗濯物を前もって預かってテストができます。でこの前も、10万円のカシミヤの毛布を洗ってくださいと、で私どものお客様で洗っていただいたんですね。10万円、消費税が10万円、本体価格100万ですか、110万のカシミヤの毛布、それ完全に洗えます。でそれとアイダーダウンという羽毛布団30万円、消費税が30万円で3枚洗えますから、330万 ×3 で、まあ、1000万円ぐらい洗えますね。それ受注できますかね、どうでしょう。怖くなっちゃいますけど、私どものプログラムでは洗えますね。でそれはメーカーからテストする機会を得てるので、それで自信を持って洗うというプログラムが組めるわけです。あの一番左上がアイダーダウンというシルクの側地の、羽毛布団ですね。なんとクリーニング代、羽毛布団だけで5500億円市場、クリーニング市場の約倍ありますね。ですからこれからはどんどん布団を集めることをされるといいと思います。で特に関西地区は、西川さんからあのクリーニング屋さん紹介してくださいっていうお話をいただいて、関東から北はあの賄えてるんです。ですけど中京から、南地区は全くやってくれるクリーニング店さんがないので、今紹介を断っていると、そういう事態でございます。やはり羽毛布団は3年から5年1回洗いましょうと言いますけど、高温多湿の我が国は1年1回洗う方が衛生的ですね。ですからこれから寝具もメニューに取り入れて需要拡大をされるとよろしいと思います。では駆け足で説明してきましたけれど、私の
近未来ウェットクリーニングの説明を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。